どうも、石川です。はい、これより登録販売した過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、中国ブロックの鳥取、島根、山口、広島、岡山の2020年度、問い41から問い50までの過去問について解説をしていきますので、過去問についてはですね、下の概要欄からダウンロードできるようにしております。ぜひぜひご利用ください。それでは早速始めていきましょう。はい、ここからですね、第4章に入ってまいりました。今回のこの、中国ブロックの第4章に関しては、そこまで、難しいなというところ、特にこの前半戦、あまり見受けられませんでした。なので、間違えたところありましたらですね、そこをですね、何度も、復習できるようにしていきましょう。なので、特にですね、過去問ですね、何度も何度もやっていただきまして、そして、基本的によく出てくるようなところはですね、確実に点数に、つながるように、していきましょうね。はい、それでは早速始めていきましょう。問い41番です。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の目的に関する以下の記述について、括弧内にいるべき軸の正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。はい、この問41番に関しては、薬機法の第1条に関する内容ですよね。はい、これについてはですね、全国的にもよく出題されるところとなります。特にこのように穴埋めとかで聞かれてきます。で、今回ここで出ている ABC の穴埋めのところ以外にもですね、いろんなところが穴埋めで聞かれてきますので、ぜひぜひ過去問で慣れていただく。あとは、ご自身のこの今回のこの中国ブロックのところだけではなくですね、他の地域のところでも似たようなこの第1条のところですね、出てきますので、ぜひぜひそういったところで、何度も繰り返し問題をやっていただくことによって、慣れていただきたいなと思いますので、よろしいでしょうか。なので特にですね、例えばこの法律はということで、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品、こんなところもですね、穴埋めで聞かれてきますし、あとはその後よく聞かれてくるのは品質、有効性、それから安全性というところ、ここもですね、よく穴埋めで聞かれてきます。あとはですね、3行目のところで指定薬物ってありますよね。ここもですね、結構聞かれてきますのでね。あとは医療上その必要性が高い医薬品とか、こういうところもですね、なんか医療上特にその必要性が高いとかっていうところもそうだし、あとは最後のところの保健衛生の向上とかね、こういうところもポイントになりますので、ぜひぜひしっかりと抑えられるようにしていきましょう。はい、ということで問い41は答えは4番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い42番です。登録販売者に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。これについてもですね、登録販売者よく出てくるような問題なので、しっかりと、ここを確認していただきたいと思います。じゃあ A は丸、 B なんですけど、2以上の、2つ以上のですね、都道府県において、医薬品の販売に従事しようとするものは、そのすべての都道府県知事の販売従事登録を受けなければならないとあるんですけど、これ何が違うかというと、そのすべてのというところが違います。はい、ということで、この販売従事登録、例えばですね、鳥取県で、お仕事始めますってなった時に、鳥取県だけじゃなくて、いや島根県もちょっと県をまたいで、両方で掛け持ちでお仕事するんですよってなった場合はどうするのかっていうと、これ二つで販売従事登録を取るんではなくて、どちらか一つで十分です。はい、だから今回ここもそのすべてのじゃなくて、どちらか片方で十分なので、両方働くね、県をまたいで両方で働きますよってなった場合でもですね、どちらか片方の知事の、ところですね、しっかりと販売従事登録すれば大丈夫ですので、なので、ここですね、そのすべてはいりませんので、どちらか片方一つだけで大丈夫ですので、 B は誤りです。はい、それから販売従事、次 C ですね。販売従事登録を受けた事項に変更を生じた時には、10日以内にその旨を届け出なければならないよーとあるんですけど、10日以内じゃないですよね。これ、30日以内でしたね。はい、ということで、これ登録を受けた事項に変更、登録を受けた事項ってどんなのがあるんですかっていうと、例えば、名前、名字変わっちゃいましたっていうような場合もそうですよね。なので、例えば結婚したりして、名字変わっちゃいました
そういった場合はですね、この登録事項がですね、氏名とか登録事項ありますから、名字変わっちゃった場合、30日以内に届け出しなくちゃいけないよというのがありますから、C は10日以内じゃなくて30日以内となりますので、誤りとなります。はい、そして D は正解なので、3番が正解でした。はい、では次行きましょう。問43番です。違約金の定義と範囲及び、取扱いに関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A、人または動物の体の構造または機能に影響を及ぼすことが目的とされるものは全て違約金と定義されてますよとあるんですけど、これ全てというところが誤りです。そうですよね。なので、例えばこの人または動物の体の構造または機能に影響を及ぼすことが目的とされるものって医薬品以外にどんなのがあるんですかって言ったら、例えば、書いてありましたよね。機械器具とかは除きますよって書いてあったので、機械器具とかが含んじゃうんですよ。あとは、化粧品だったりとか、あとは何ですか、医薬部外品とか、そういったものも該当してきてしまいますから、なので、すべてね、医薬品ですよっていうところが誤りとなりますので、A 番、パスですね。はい、そして B なんですが、日本薬局法に収載されている医薬品は保健衛生上重要な医薬品であるため、一般用医薬品の中に配合されているものはないよとあるんですけど、いやいや、そんなことなく、日本薬局法に収載されている一般用医薬品ってありますよね。例えば、消毒用エタノールとかそうですし、あとはワセリンとか白色ワセリンとかそういうものも該当してきますから、なので、B は誤りとなります。はい、そして C は正解、そして D なんですけど、殺虫剤、器具用、消毒薬のように人の体に直接使用されないものは医薬品には含まれないよとあるんですけど、これ医薬品に含まれますよね。そうですよね。例えば殺虫剤とかで医薬品のものあったじゃないですか。なのでぜひぜひね、ドラッグストアとかに行って、見ていただくと勉強になると思いますので、ということで、D はですね、含まれないじゃなくて含まれてきますので、D は誤りとなれますなります。はい、ということで答えは1番が正解でした。では次行きましょう。はい、問44番です。一般用医薬品及び用指導医薬品に関する記述のうち正しいものはどれでしょうかということで、はい、こちらも答えは1番が正解となります。まずですね、今回一般用医薬品及び用指導医薬品って言ってますから、まずそこもですねちゃんと確認してほしいんですよ。今は用指導医薬品のこと言ってるのかな、それとも一般用医薬品のことについて言ってるのかなというところがすごく重要となりますから、なのでここ大丈夫でしょうか。まず行きましょう。1番が正解なんですけど、で、2番なんですが、一般用医薬品の効能効果は通常、診断疾患名で示されているよとあるんですけど、ね、例えばこう、胃炎とかってそうなんですけど、ただ、一般用医薬品というのは、一般の舌が使っていきますよね。だから、診断疾患名などの専門用語使っちゃうと難しいので、一般の舌でも分かりやすい表現で書かれているようになりますので、なので2番は誤りです。そして3番、用指導医薬品に分類されると分類が変更されることはないよとあるんですけど、用指導医薬品に分類されていても第一類薬品や第二類薬品とか第三類薬品とかね、それぞれねリスクの、副作用のリスクだったりとかそういうところに着目してですね、変更されることもありますから、だからこちら3番は誤りになります。はい、そして4番、血液を検体とする、検査薬は一般用医薬品及び用指導医薬品として認められておりますよっていうところなんですけど、はい、血液を検体とするものはこれは医療用の範囲になってきちゃいますので、一般用医薬品や用指導医薬品は血液に関するところはなかったですよね。なので検査薬に関しては、こちら、登録かまして出てくるのは3種類ですよね。尿を検体としていきますから、そんなところでは4番は誤りとなります。はい、ということで問い44は1番が正解でした。では次行きましょう。問い45番です。一般用医薬品のリスク区分に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。はい、今回もそうですね、一般用医薬品で1類、2類、3類、というようなところで、それぞれどうなんですかっていうことが聞いてきますので、このあたりも何のことについて言ってるのかなっていうところもしっかりと分けてね、考えていきましょう。はい、ということで、まあ、全部正解なんでどうでしょうかね。特にですね、このあたり
そんなに難しいとこはないかなとは思うんですけど、例えば D のところをして、第二類役員のうち特別の注意を要するものとして、大臣が指定するものを指定第二類役員というふうに言ってますので、ここも、例えば厚生労働大臣というところを都道府県知事とかって引っ掛けてくることもあるかもしれませんから、なのでね、皆さんね、そんなところに引っかからないように、していきましょうね。はい。ということで、答えは4番が正解でした。では次行きましょう。問46番です。直接の要記または直接の記法に記載しなければ、ならない事項のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。B と D が正解なんですけど、A は製造方法、これもいらないですね。それから C の指定第二類医薬品にあっては、枠の中に指定の文字じゃなくて、これ、枠の中には2だよね。2という文字、指定第二類医薬品の2というやつね。2、これだと3本なんじゃね。2というやつですね。はい。ということで、その2のところに枠、例えばこう、なんですかね、丸囲いしてあったりとか、そういうことをされておりますから、なので、こちらですね、枠の中に指定じゃなくて、2の文字が必要になってきますから、C、誤りとなります。はい。ということで、答えは4番が正解でした。はい。では次行きましょう。問47番です。医薬部外品及び化粧品に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。医薬部外品と化粧品に関する内容なので、ここもですね、しっかりとどれが医薬部外品のこと言ってんだろう、どれが化粧品のこと言ってんだろうっていうのを分けて考えていきましょう。はい、ということで、A は正解、それから B なんですが、医薬部外品は医薬品的な効能効果を表示標榜することは一切認められていないよとあるんですけど、一切認められていないというところが誤りですよね。認められていますよね、一部。何かというと、この医薬部外品の効能効果の範囲に関しては、第4章の別表のところに、なんか一覧ボーンって出てましたよね。はい、そう。ということで、そのようにですね、医薬部外品でも効能効果の範囲が認められているものがありますので、B は誤りです。そして C、医薬部外品及び化粧品の販売には、それぞれ、販売業の許可が必要ですよと言っています。はい、販売業の許可はいりません。そうですよね。医薬品に関しては店舗販売業などの販売業の許可が必要でしたけど、でも化粧品とか医薬部外品に関しては、例えばコンビニエンスストアやスーパーなどでも販売することができるので、そこで特に、許可とかを取ってる、ことはございませんから、なので、ここですね、許可は特に必要ありません。なので C は誤りでした。はい、あとは D のこう化粧品の効能効果の範囲とかもですね、このあたりもですね一応確認しておいていただきたいと思いますので、問47は3番が正解でした。はい、では次行きましょう。問48番です。保健機能食品などの医薬、食品に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。A なんですけど、食品とは医薬品以外のすべての飲食物を言いますよとあるんですけど、これ違いますよね。何かというと、食品というのは医薬品だけじゃなくて、例えば医薬部外品とかも口から入れていくじゃないですか。だから医薬部外品じゃ、口から入れてきますから、それ食品ですか食品じゃないですかとかでややこしくなっちゃいますよね。だから、医薬品だけじゃなくて、医薬部外品とか再生医療等製品、以外のすべての飲食物だったら正解になります。はい。ということで、これね、抜けてるんですよね。医薬部外品と再生医療等製品に関する内容がこれ抜けておりますから、その3つ、医薬品と医薬部外品、再生医療等製品以外のすべての飲食物は、食品という形になりますから、は誤りです。はい。そして B と C は正解ですね。特に大丈夫でしょうか。特別用途、C の特別用途食品、特別用途食品というのは、例えば乳児用というところで、赤ちゃんの粉ミルクとかが特別用途食品でしたよね。あとは経口補水液とかもですね、特別用途食品とかありますから、ぜひぜひそういったところもですね見ていただくと良いかと思います。はい、それから、次は D ですね。機能性表示食品は、個別に
安全性及び機能性の根拠に関する情報などについて審査を受け、消費者庁長官の許可を受けていますよとあるんですけど、これ受けてないですよね。消費者庁長官の許可を受けてるのはこの2つ、特別用途食品と特定保険用食品でしたね。この2つに関してはマークがあったじゃないですか。なんかこうてるてる坊主みたいなマークだったりとか、なんか万歳してるようなマークの、ものがありましたよね。はい、なのでこの2つは消費者庁長官の許可を受けてるものなんですけど、下の2つに関してはマークがないので、消費者庁長官の個別の、消費者庁長官の許可を受けたものではないですよね。はい、ということでそのあたりですね、もう一度確認しておいていただきたいと思うので、D は誤りですね。はい、ということで5番が正解でした。はい、では次行きましょう。問49番です。医薬品の販売業の許可に関する記述のうち、正しいものはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。まず、1番何が違うのかというと、医薬品の販売業の許可は、店舗販売業、配置販売業及び卸売販売業の3種類に分けられており、うん、そうだよね、と。ね。そして、いずれも一般の生活者に対して、医薬品を販売することができる許可であるよとあるんですけど、違いますよね。何かというと、卸売販売業は一般の人に販売することはできないですよね。卸売販売業は、例えば店舗販売業とか配置販売業とか薬局とか病院とか、そういうところにお薬を販売することはできるんですけど、一般の人はダメです。なので1番誤りですね。はい、そして3番、第一類医薬品を販売する店舗販売業の店舗においては必ず薬剤師を店舗管理者としなければならないとあるんですけど、これも誤りですね。何かというと、必ずじゃないですよね。基本は確かに薬剤師。いいですか？ここ、第一類薬品を販売する店舗販売業の店舗において、店舗管理者ですよ。店舗管理者は誰ですかっていうところで、基本は薬剤師なんだけど、でも、薬剤師が置けない場合は例外もあったじゃないですか。そうですよね。例えば薬局などとか、それから店舗販売業などでですね、陽子堂薬品とか第一類薬品を扱うような店舗のところで、店舗管理者が薬剤師の場合のところの店舗で、登録販売者として3年間実務とか業務に従事した、登録販売者はですね、特別に、第一類薬品を扱っている店舗店舗販売業の店舗管理者になることができますよというところありましたよね。はい、なのでそこのところですね、もう一回、自分のね、言葉に置き換えていただいて、こうすっとり、なんですかね、すっきり来るようにですね、していただきたいなと思います。はい、ということで、3番はですね、必ず薬剤師じゃなくて例外があったよというところで押さえておきましょう。なので、3番誤りです。はい、それから4番。陽子堂薬品は薬剤師に販売または授与させることとなっており、第一類薬品、第二類薬品、第三類薬品は薬剤師または登録販売者に販売または授与させることになっているということで違いますよね。これよく読むと、そうですよね。薬剤師というのは、陽子堂薬品と第一類薬品の、ね、販売とか授与に関係できますけど、登録販売者は違いますよね。二類と三類ですよね。だから、二類と三類の販売は薬剤師と登録販売者になりますから、第一類薬品は薬剤師のみとなりますから、4番誤りですよね。はい。ということで、問49は答えは2番が正解でした。はい。では次行きましょう。問50番です。陽子堂薬品及び一般用医薬品の情報提供に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい。こちら最後ですね。答えは1番が正解となります。A、B 正解。それから C のなんですけど、第一類薬品の情報提供は情報提供を行う場所において行う必要があるが、第二類薬品、第三類薬品の情報提供を行う場所については特に規定されてない。いや、そんなことないですよ。規定されてますから。なのでね、もちろん第二類薬品、第三類薬品もですね、第一類薬品と同じようにですね、情報提供を行う場所、そこでやっていきましょうと、いうのがありますから、C は誤りです。はい、それからD なんですけど、
だから、ごめんなさいね。C のその情報提供場所、ドラッグストアとかに行きますと、例えばレジの近くとかに、情報提供場所ってやつがあるんですよ。ぜひ見てください。ね。どっかなんか札とか、書いてあると思いますので、ぜひぜひね、探してみてください。ちょっとこう、なんか見づらいところもあると思いますのでね。はい。ということで、D 見ていきましょう。購入者側から相談があった場合の応答は、努力義務となっているよとあるんですけど、要は購入者側から、相談があった場合、これは要指導医薬品、1類2類3類問わずに、絶対に情報提供をやらなくちゃいけない義務に、なってますので、なので、努力義務じゃなくて義務だよというところを、間違わないようにしておきましょう。はい、努力義務っていうのはまあ、なるべくやった方がいいよねと、ね、なるべくしてくださいねーというものなので、絶対にやってくれーとかっていうのが義務になりますから、努力義務はなるべくやった方がいいよねーぐらいな感じになりますので、そんなところでは D は、これは義務になりますので、誤りとなります。はい、ということで答えは1番が正解でした。はい、ということで、このようにですね、そんなに難しいところはなかったかなと思いますので、ぜひぜひ間違えたところはですね、しっかりと確認しておいてください。はい、ということで本日も、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひぜひ LINE などに登録していただきますと、質問などにお答えしておりますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。はい、それでは本日も、動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。